西新宿の高層ビル赤く点灯、または明滅しているのが航空障害、航空障害灯、航空障害灯は、夜間に飛行する航空機に対して、超高層建築物や、管制塔、発電所などの建築物、あるいは、煙突、鉄塔といった、構築物の存在を示すために使用される赤色、または、白色の伝統であり、これらは点灯、または明るくなったり、 暗くなったりする明滅を行う。航空保安施設のうち、航空灯下の一つ。日本国内において、航空法第51条により地表または、水面から60メートル以上の高さの建造物などには、航空障害等の設置が義務付けられている。さらに、骨組み構造の建造物や細長い煙突には昼間、障害標識の設置を義務付けられているものがある。また、 超高層ビルが密集している地域の場合、60メートル以上でも一部のビルには障害灯を設置しなくても良い場合がある。なお、日本において最初に航空障害灯が設置されたのは東京タワーである。航空障害灯は航空法施行規則第127条で分類されており、低高度、中高度、高高度などいくつかの種類がある。 高高度の赤色障害灯は存在しない。光源は白熱電球が主だが、航空障害灯メーカーの多くは超寿命かつ、消費電力の少ない LED を用いる航空障害灯をラインナップに加えている。低高度航空障害灯高さ60メートル以上の建造物に設置される。明滅はしない。10CD、32CD、100CD などの明るさのものがある。 建設用クレーンについているのはこの種類の航空障害灯である。中高度航空障害灯電球式のものは低高度のものを縦に2つ重ねたような形をしている。明るさは多くのものが 1600CD であり明滅する。90メートル以上の煙突、鉄塔の最上部に設置が義務付けられていて、さらに高さ210メートル以上になると、 最上部と最上部より105メートル下の位置に中高度の障害灯を設置する。150メートル以上の超高層ビルについては、最上部の四隅のうち2カ所にタイになるように設置することが義務付けられている。残りの2カ所には 100CD の低高度赤色航空障害灯を設置する。カメラのフラッシュのように先行を発する航空、障害灯である。中高度と高高度のものがあり、 60メートル以上の煙突、鉄塔で昼間障害標識を設置しない場合に中高度の白色航空障害灯の設置が義務付けられている。150メートル以上の煙突、鉄塔には高高度の白色航空障害灯が設置を義務付けられている。超高層ビルには白色航空障害灯は設置しない。赤色航空障害灯が設置される場合もあれば、 先行を発する白色航空障害灯が設置されている場合もある。ビルの場合、赤色以外の航空障害灯は設置されない。あまりにも大きい銅像、石像などにも設置されることがある。日本では牛久大仏や仙台大観音などの例がある。また60メートルに満たない建造物でも県営名古屋空港に近い小牧山の頂上にある。 小牧城に設置されている例もある。ただし建設用クレーンなど一部の物件では、明滅する場合がある。150メートル未満の高層ビルの場合、最上部の四隅に赤色航空障害等の設置が義務付けられている。150メートル以上の超高層ビルの場合、最上部と最上部より下へ52.5メートルごとに設置が義務付けられている。この場合、 最上部を中高度赤色の障害等、それより、下の位置へは下に向かって、低高度、中高度、低高度というように交互に設置する。ただし、中高度障害等は 100CD の低高度障害等に変えて設置することができる。ありがとうございます。